南アフリカ共和国のボーカルグループ、レディスミス・ブラック・マンバー像の作品。最初に発表したアルバム、オマブースは2万5000枚を売り上げ、南アフリカの黒人のミュージシャンでは初めて、ゴールドディスクを記録した。1975年にリーダーのシャバララは、キリスト教に転校し、グループにとって最初の宗教的なアルバム、ユカコニア・クエランガを発表した。 このアルバムの収録曲は3美歌が占めており、前回の場合であるプラチナディスクを記録した。1976年に発表したアルバムユコシンザーアワは彼らにとって最も人気のある宗教的なアルバムの一つである。1981年までには南アフリカ中で有名な存在となり、ドイツのケルンでツアーを行った。1981年のアルバム ファンシー・イム・ゴディニーにはドイツ語の曲ビー・ア・グラソン・オイ・ヒアレを収録している。翌年もテレビのクイズ番組に出演するためグループはドイツへ行きライブパフォーマンスを行った。レディ・スミス・ブラック・マンバーズは50枚以上のスタジオアルバムを発表した。それはカセットテープ、ビデオテープ、DVD など様々なスタイルで編集されている。ありがとうございます。